手に使ってるバットって青玉。いや違う。あ違う。青玉を使ってみたいんですけど。どうですか。え、ニトさん現役の時みんな青玉でした。T さんがずっと青玉を使ってて。イチローさんのイメージある。お今ってあるんですかね。ないことはないです、ね。あると思うよ。ベニーがあの青玉を植樹した木がもしかしたら将来ベニーのバットになって帰ってくるかもしれない。青玉のちょっと発育がどんなもんか分かんないけど。青玉植樹って去年やった？去年もやったっす。やった、はい。一番若手だから。あ、それどうすか。まだまだしばらく続くんじゃない？若手の時代です。若手の時代が。いますかね、下の来たとかが出てくるんだよ。将来こう下の子入ってきたらちゃんと教えてあげられそう。青玉スター。いや、オールスター。あ、オールスター。青玉を教えられる。青玉は結構だから日本シリーズとかもやってるんですよ。4回ぐらいやってるんですよ。もう青玉のプロだ。結構そうですね、青玉の道極めてる。2年でじゃあ4回やってると。なんかオールスターとか日本シリーズとか CS もやったから、もうなんか存在がもう青玉ぐらい。あ、そう、素晴らしい。どういうこと？目泳いで頑張ってください、5回目やったからやっぱ一番手際良かったし、所作が美しかった。何を聞いてください。青玉だけ。これからじゃあ年下の子全員に青玉について教えてあげてください。教えてあげてください。